はい、こんにちは、ベルトップでよろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今日の更新で告知通りですね、プロスピ交流戦が登場したということで、今回の動画ではですね、このプロスピ交流戦とはどんなイベントなのか、さらに効率よく累計回収するには、まあ、どういったところを注意した方がいいのか、で、さらにより多く、まあ、リーグ順位報酬や個人タイトル報酬を獲得するには、まあ、どういったところに注意した方がいいのかというところまで、このプロスピ交流戦完全攻略していこうかなと思いますので、まあ、ぜひですね、このプロスピ交流戦で、まあ、より多くのですね、報酬を獲得したいと思っている方は、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、分かりやすかったと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、プロスピ交流戦完全攻略やっていこうかなと思います。まずはじめにこのイベントどんなイベントかと言いますと、まあ、昨日の動画でも軽く触れたんですが、事前エントリーしたオーダーのマッチングスピリッツによって9つのリーグに振り分けられ、でそのリーグの中でさらに6人1グループに振り分けられ、そのグループ内での、まあ、順位だったり個人タイトルの、まあ、獲得状況に応じて報酬を獲得できるというようなイベントになっております。で、続いてこちらが今回の主な累計報酬まとめとなっております。25エナジー S ランク契約書1枚、 S ランク特訓コーチ1枚、 A ランク契約書1枚となっております。で、この累計報酬について1点だけ注意点なんですが、このプロスピ交流戦はですね、普通のイベントと違い、1日のですね、プレイ可能試合数というのが5試合と決まっております。で、その日に5試合あり忘れてしまうと、まあ、1試合あたりですね、まあ、3エナジーを使用しないと、まあ、プレイできなくなっておりますので、まあ、どんな方でもですね、1日5試合やり忘れはないように注意していただければなと思います。で、さらにですね、このプロスピ交流戦では累計プレイ数報酬の他にリーグ順位報酬、さらに個人タイトル報酬が用意されております。で、それぞれですね、まあ、リーグで1位を獲得することができるとかなりのエナジー数で、さらに個人タイトルを総なめにすることができると、まあ、かなりのですね、コイン数を獲得できるようになっておりますので、ここからはですね、そのリーグで上位にランクインするため、さらに、まあ、個人タイトルを総なめするための、まあ、具体的な攻略入っていこうかなと思います。まずはじめにオーダーのチーム方針についてなんですが、まあ、こちらに関してはですね、基本的に盗塁以外は全て消極的に設定していただければなと思います。はい、やはりですね、まあ、特に野手の場合は、まあ、スタメンの選手をですね、ずっと起用していた方が、まあ、個人タイトルがですね、取りやすくなっているかと思いますので、まあ、基本的にチーム方針としては、まあ、盗塁以外はですね、すべて消極的にしていただければなと思います。で、続いて出番操作についてなんですが、まあ、このイベントではですね、自分で出番を決定するか、お任せで出番を決定するかというように選べるようになっているんですが、まあ、こちらですね、基本的に自分で出番を決定していただければなと思います。で、まあ、具体的にどういう場面で出番操作をすればいいのかというところなんですが、まあ、こちらはですね、まあ、リーグ順位報酬を狙う場合か、個人タイトル報酬総なめを狙う場合で、まあ、それぞれ異なった出番操作のタイミングがありますので、まあ、それぞれ紹介していこうかなと思います。まず個人タイトル報酬の場合の、まあ、出番操作のおすすめのタイミングといたしましては、投手野手それぞれで、まあ、タイトルを狙う選手を1選手ずつ決めていただいて、まあ、その選手のみをですね、まあ、出番操作、まあ、自操作していただければなと思います。やはりこちらは現実のプロ野球同様なんですが、まあ、野手の場合その選手が素晴らしい成績残せば、まあ、野手の主要タイトルを総なめすることができる。さらに投手の場合でも、まあ、上手い起用方法をすればですね、まあ、この最多セーブ以外のタイトルはですね、その一戦士で総なめすることができるようになっておりますので、まあ、基本的に個人タイトル報酬狙いの場合はですね、まあ、投手野手一戦士ずつ決めていただいて、まあ、その選手のみをですね、出番操作していただければなと思います。で、まあ、具体的にどういった選手を出番操作すればいいのかというところなんですが、まず野手の場合はパワーヒッターやアーティストなどの、まあ、ステータスが高い選手をですね、まあ、出番操作していただければなと思います。で、さらにですね、その出番操作する選手は基本的に2番か3番に置いていただければなと思います。やはりですね、2番か3番が、まあ、一番打席数、打点を、まあ、効率よく、まあ、バランスよく獲得できるのかなと思いますので、まあ、基本的に2番か3番にその出番操作する選手は置いていただければなと思います。で、具体的な出番操作をするタイミングといたしましては、まあ、こちらはですね、序盤から積極的に出番操作していただければなと思います。で、さらにですね、その出番操作する選手の1人前の選手、1番の選手は総力の高い選手を置いていただくと、まあ、このようにですね、出番操作したタイミングで、まあ、その総力の高い選手が一塁にいる場合は、まあ、積極的に盗塁していただくと、まあ、その選手でですね、盗塁王のタイトルを狙うことができるようになっておりますので、まあ、基本的に出番操作する選手と一人前の選手というのはですね、まあ、総力が高い選手を起用していただくのが一番いいのかなと思ってます。で、実際のこの自操作のプレイの難易度に関しては V ロードや試練の自操作の難易度と変わらなくなっておりますので、まあ、普段の V ロード試練などよりですね、まあ、集中してやっていただければいいのかなと思ってます。で、続いて選ぶべき投手について
なんですが、まあ、投手に関してはですね、なるべくスタミナが高く、変化量の大きい変化球を持っていて、まあ、中継ぎ適性を持っている選手をですね、まあ、タイトル総なめする選手として選択していただければなと思います。やはりですね、変化量の大きい変化球を持っていると、まあ、コンピューター相手にですね、三振が奪いやすく、さらにですね、まあ、理想を言うとスタミナが高いとですね、まあ、長いイニングを投げてくれますので、まあ、基本的にですね、変化量が大きい変化球を持っていて、まあ、なるべくスタミナが高い選手をですね、選択していただければなと思います。で、具体的な登板させるタイミングといたしましては、勝っている時の5回2アウトの場面でですね、その選手を登板させてあげると、まあ、最多勝、最優秀中継ぎ、さらに、まあ、コンピューター次第ではですね、まあ、最多奪三振賞、最優秀防御率の、まあ、このタイトルをですね、総なめすることができるようになっておりますので、まあ、登板させるタイミングとしては、まあ、勝っている時のですね、5回2アウトの場面で、まあ、その決めた投手に継投していただければなと思います。で、投手野手ともにこのやり方を行っていただけると、まあ、最多セーブ以外のですね、タイトルを総なめすることができるようになっておりますので、まあ、タイトル総なめを目指すときは、まあ、出番操作のですね、タイミングが5回と決まっていますので、まあ、最多セーブのタイトルを捨てて、まあ、その他のタイトル総なめを目指していただければなと思います。で、続いてリーグ順位報酬で上位を目指す場合の出番操作のタイミングといたしましては、まあ、こちらは特にピンチの場面の、まあ、投手の出番操作を行っていただければなと思います。はい、なぜかと言いますと、野手を出番操作した場合、その野手1打席しかプレーできなくなっているんですが、ピンチの場面で投手を出番操作した場合、そのピンチを防ぎ切るまで、まあ、出番操作、まあ、自操作を行えるようになっておりますので、まあ、リーグ順位報酬を狙う場合はですね、まあ、基本的に野手より投手の方が、まあ、出番操作の優先度としては上がってくるのかなと思ってます。まあ、ですが、野手もですね、まあ、逆転できる場面だとか、まあ、さらに満塁の場面などでは、まあ、出番操作していただきたいので、まあ、リーグ順位報酬の、まあ、出番操作すべきタイミングとしては、まあ、試合を決定づけるようなタイミングでですね、うまく出番操作できるように、まあ、タイミングは考えていただければなと思います。ということで、プロスピ交流戦完全攻略は以上になりますので、最後に簡潔に要点まとめますと、まず1つ目、1日5試合やり忘れはないように注意していただければなと思います。で、続いて2つ目、個人タイトル報酬狙いの場合は、タイトルを狙う選手を1選手ずつ投手野手ともに決めていただいて、その選手のみを出番操作で自操作していただき、まあ、野手の場合出番操作するタイミングとしては、まあ、積極的に、で、投手の場合5回2アウト、まあ、勝っている場面の5回2アウトでその選手を出番操作していただければなと思います。で、続いて3つ目、順位報酬狙いの場合の、まあ、出番操作のタイミングといたしましては、まあ、原則ですね、野手より投手の方が、まあ、出番操作をする優先度としては高くなっているのかなと思ってます。はい、この3つですね、この3つだけ気をつけていただければ、このイベントは確実に自然回復で、まあ、累計の最後の報酬まで獲得でき、さらにですね、プラスアルファで、まあ、かなり美味しい報酬を獲得できる可能性もあるようなイベントになっておりますので、まあ、この3つだけ気をつけていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、わかりそうだと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。